きロックコロシアム。さぬきロックチャンネルをご覧の皆さん、はじめまして、私たちエンジョイプレイ、みんなの遊び場、ギャングパレードです。さぬきロック、私たちギャングパレード2回目出演させていただきます。前回というか前年に引き続き、はい、私たちなど2024年もですね、出演させていただくことが決定いたしました。ありがとうございます。嬉しいですね。さぬきロックをスタートしてから2023年はたくさん香川に来ることができて、ギャングパレードとしては初めてね、香川でやったりしたのに、もかかわらず今年もう3回も2023年は3回も香川に行くことができました。ありがとうございます。ありがとうございます。どうでした、香川たくさん行きましたけど、皆さんみんなで前回うどんを食べに、はいはいはい、13人ですごい長々とテーブルを占領してうどん食べたりして、いい思い出ができました、ね。そうだよね、ケータリングでもね、うどん用意してたじゃないですか。ずっとライブ中もお出汁の匂いしてた。確かに本当に幸せで、いつも香川に行くたびに素敵な思い出がね、大好きできるので、今回もギャングパレードのファンの皆さん、そして香川の皆さんと一緒にさん遊べたらなと思います。ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、そしてギャングパレード、なんと1月28日日比谷野外音楽堂でワンマンライブがあります。イエーイ。皆さんぜひ冬の遊びは遊びに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは香川で皆さんお待ちしております。以上、私たちエンジョイプレイ、みんなの遊び場、ギャングパレードでした。